今回はこちらのコスモスの花を作っていきます。使用した道具です。ハサミ、木工用ボンド、ピンセット、爪楊枝、針と糸です。使用する材料です。刺繍糸、フェルト生地、あとお好きな色の生地です。生地の切り方です。4センチ角で8枚、だいたい 1.7 センチぐらいで1枚切っておきます。はい、じゃあ作っていきます。生地の真ん中あたりにボンドを薄く伸ばします。薄くで構いません。で、これを三角に折ります。で、さらに折ります。こんな感じでピンセットで挟みます。山よりもちょっとずらしてピンセットで挟んで後ろから開きます。はい、こんな風になります。で、さらにこちらからピンセットを入れて、また後ろから開きます。こんな形になります。で、こうしっかりこう挟んで、しっかり折り目をつけて、ハサミでこのしっかり折り目をつけたこの部分をこのくらい切ります。で、あとはここに合わせて切り落とします。で、この部分も切ります。で、ここから針を刺して、で、ここで少し形を整えます。分かりづらかったのでもう一回やります。薄く伸ばして、で、半分に折ります。三角に折って、で、このぐらいピンセットを入れて後ろから開きます。もう一度ピンセットを入れて後ろから開きます。で、しっかりここに折り目をつけて、この部分をハサミで切ります。で、ここを切ります。で、この部分も切り落とします。はい、で、ここから針を通します。形を整えて、
通しておきます。はい、これを8枚全部作っていきます。はい、8枚全部通りました。全部通ったらこれを裏にします。で、最初に通したこの花びらのこの部分に花びらのこの部分に一度通します。ぎゅっと絞って、で最後と最初の片足ずつをこう持って、ここで 2,3 回くるくると通しておきます。であとは切ります。で、だいたい 1.7 センチで切っておいたフェルトにボンドを塗って、で、この裏にペタッと貼り付けます。で、表にして、はい、で形を整えたら次は花芯を作っていきます。刺繍糸を 5,6 回巻きつけます。で、あとはもう1本10センチぐらいに切って、だいたい真ん中のところで結びます。で、こちらとこちらの輪を切ります。出てきたらこの結び目で折ります。ちょっと折って、で、ラサを合わせてみて、だいたいいい長さに切れたら、この結び目の部分にボンドを塗って、これをここにギュッと入れておきます。こんな感じになります。はい、で、こちらの花をヘアピンやクリップに仕上げたい方はフェルト生地をもう一枚切って、こんな感じで切り込みを入れて、ヘアピンだったらこちらの短い方をこう通して、で、ここにボンドを塗ってこうつけていただいたり、クリップも同じで、クリップの上の部分をこちらに通して、で、この部分にボンドを塗ってくっつけたり、とコサージュ台だとこのまま直接ボンドを塗ってこれペタッとくっつけていただいていいかと思います。完成です。ご視聴いただきありがとうございました。